風の谷のの谷ナウシカっていうのはあの、ちょうどこの「ゼルダのの黒チェリー平原」とこう似たような関係だと思うんですねつまり「ナウシカ」の後の100年後の世界というのを書いたところがゼルダの面白いところでだからその「ゼルダっていうのがファンタジーの系譜として日本人のファンタジーの系譜としてちょっとこうナウシカを継ぐものになっているっていう関係が、まあ、面白いなと思ったんです単にアニメの設定とかですねそういうふうなものに考えずにですね一回 例えば地図書いてみるでもいいですし、模型なんて一番いいんですけど、立体にしてみるとですね、なんか自分なりの皮膚感っていうのができるんですよね。こんばんは、岡田敏夫ゼミです。えー、あの、今年の7月はですね、 金曜ロードーがですね、まあ、宮崎駿祭りというか、ジブリ祭りですね。駿息子の作品もあるから。えー、3週連続でですね、金曜ロードーでジブリアニメを放送します。7月7日に風の谷のナウシカ、14日に国立小坂から、21日にもののけ姫の3本ですね。もちろんこれはですね、7月14日にですね、公開される宮崎駿のですね、最新作にしてですね、まあ、引退作というふうに言われている、君たちはどう生きるのかのですね、プロモーション だと思いますえー、岡田ゼミでもですね、これに合わせてですね、まあ、ジブリ祭りを開催しましてですね、えー、テレビ放映されるですね、それぞれの作品を振り返る動画を再配信します。そして、えー、16日のですね、ゼミの生配信ではですね、えー、君たちはどう生きるのかのですね、話をする予定。まあ、もう本当に見て、映画館で見てすぐ話すことになると思うんで、えー、とりあえずの感想ぐらいしか言えないかもしれないですけども、えー、まあ、あのー、 ジブリアニメというかです、ね、宮崎駿アニメをですね、劇場で見たことがない人結構いると思うんですね。もう最後の作品がね、もう本当に10年近く前になっちゃってますのでですね。えー、でも、あのー、これがまあ最後になると思いますんでですね、今まで劇場で、えー、見たことがないという人はですね、これを機会にですね、ぜひ、 えー、ジブリ作品をですね、あの、劇場で見る。宮崎駿作品を劇場で見るというのを味わってください。えー、まあまあ、今回のですね、3週間続く、えー、岡田セミのですね、アップグレード配信、再配信のですね、ジブリ祭りもですね、頑張っていこうと思います。えー、今日最初の動画はですね、えー、7月7日、今週の金曜日にですね、テレビ放送される風の谷のナウシカについての動画です。えー、ここに注目してほしいとかですね、まあ、アニメのですね、えー、この部分をですね、まあ いると面白いよとかあとこういう考え方をすると見え方変わってくるよといったですね作品見る前の予習のようなあの内容になってます、えー、今回の動画の答え合わせはですねまあ次から以降のですね動画でやっていくので楽しみにしてくださいこの動画はですね2018年12月23日に配信した、えー、岡田斗司夫ゼミ第262回のですね、えー、再配信になりますそれではここから無料動画スタートです、えー、実はですねあの。 えー、2018年の1月21日、2018年の1月21日の岡田ゼミでですね、あのブラゼルダっていうのを紹介したんですけど、覚えてますかえー、ゼルダの伝説ブレスオブファイヤーのスイッチ版なんですけども、ゲームをクリアする以外に単に世界を歩き回って楽しむっていう遊び方なんですけども、ま、あ、こういうですね、よいしょ。大丈夫あ、逆だった。 あこうじゃねえやこうだ。ごめんごめめん、ん。何何度も何度も、も。いう地図を作って地図の上にテーピングしてルートをか書いてあの説明しあのいろいろしたんですけども例えばこのこれ何のラインかっていうと「果ての砦」というところがここにあってです、ね、そこに逃げるルートを説明してるんですねでこの果ての砦っていうのが砦とは名ばかりの単なる関所なんですけども まあ、高さ4、5メートルぐらいの石づくりの城壁があって、その城壁も,も、もう大昔石造りだったものが崩れてしまってですね、木で作ってるだけになっていると。で、それが100年ぐらい前のですね、あの、ギャガーディアンとの戦いで城壁が、石造りの城壁が崩れてしまって、それを復旧するだけの力がないから、もう今、とりあえずこんな感じになっているっていう。で、この、ここら辺、クロチェリー平原っていうですね、あの、その昔、リンクと、 あのガーディアンたちが戦った場所なんですけども、まあ、そこにはもう今モンスターがいっぱいいるとだからなんかあのだからあのその昔はんだろうなあの果ての砦っていって砦があって関所があってモンスターが入れなくて人間以外はなんかあ人間だけの楽園になってたはずなのがもうそこの門開きっぱなしで,です、ね、いつの間にか突破されてるとそういうなんかね何もかも終わった世界なんですよね。 あの僕これね面白いと思うのは風の谷のナウシカっていうのはあのちょうどこのゼルダのクロチェリー平原とこう似たような関係だと思うんですね。ゼルダってそういう事件があってから100年後の世界を描いてるつまりナウシカで言えばナウシカとなんだろうなあのオウムとの,あの,なんあの一件ありますね。あの事件が をクライマックスに書いてるんですけど、それの100年後のもうナウシカはいない。この世界を救ってくれるアル主はいない。そして人類はゆっくり滅亡していくみたいな世界の書き方がナウシカであって、で、あの、あ、違う。あ、それがゼルダなんですね。つまり、ナウシカの後の100年後の世界っていうのを書いたところがゼルダの面白いところで、だからそのゼルダっていうのがファンタジーの系譜として日本人の ファンタジーの系譜として、ちょっとこう、ナウシカを継ぐものになっているっていう関係が、まあ面白いなと思ったんですけど、まあそれは関係ないです。で、えー、まああの、こういうですね、えー、ゼルダのすでにある地形とかの中から、かつてどんなことがあったのかっていうのを読み取っていくっていうのをですね、ブラゼルダとしてですね、まあこう説明したんですね。でも、こういう、 ブラゼルダ的な楽しみ方は実は地形こういう風になっててっていうのゼルダの中でゲームの中では一切説明してくれずにゲームの中にいるいわゆるキャラクターというやつですねおじいさんとかお姉さんとかおっさんとかがですね昔こんなことがあったらしいよっていうのを話してくれてそういうのをプレイする上であまり関係ないからスーってスルーしちゃうんですけどもそこをねとことんこだわって 聞いて考えてみたら、膨大ななんか実は世界が埋まっていると、それを掘り起こして楽しもうっていうのが、ブラゼルダっていう回でした。で、あの、まあ、えー、NHK のブラタモリという番組があってですね、その場所の地形とか歴史を使って、いかにして、なんだろうな、普通に見える坂とか、普通に見える交差点を面白がるかという番組なんですけども、同様にゼルダという地形もですね、 なんかこう、土地も面白がれるって話したんですけど、例えばこれと同じように、ブラゼルダと同じように、えー、今年ですね、2018年にはカリオストロン城の会もやりました。で、カリオストロン城の会で使ったのが、作ったのが、この城下町の模型です。で、この城下町の模型っていうのは、実はこちら側が、えー、なんだろう、街道になっていて、 で、この細い道がですね、カリオストロの城へ通じるですね。まあなんか、えー、なんだろうな、一本道みたいになってるんですね。で、えー、こういうですね、城下町っていうのが設定されてる面白さっていうのをですね、話したことがあります。あ、逆だ。そうそうそう、意外意外。これがこう向こうの道だったんだけど、まあいいや。で、えー、ん もうね、自分でやったんですけどわかんなくなってきてますね。で、えー、カリオストロの城のこういう城下町を作るというのはなんでかっていうとあのお城の中だけの話だったら実はスケールがかなり小さくなっちゃうんですねでも城よりなんか小さいぐらいか同じぐらいのサイズの城下町をワンセットで設定したのがです、ね、カリオストロの見どころだと思いますっていうのはこういう城下町って何であるのかだってここが城につながってるんですよ。 じゃあ、なんでこんなのが必要だったかというと、昔はですね、その騎士階級がここでですね、住んでいたというかですね、あの、王のために仕えていた場所のはずなんですね。で、騎士階級が王宮の近くに控えていて、で、その騎士階級の人たちにサービスするための民間人の、あの、家とか、あの、ま、酒屋とかそういうふうなものがあったのが、どん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 カリオストロ広国ではですね、そういう騎士階級が滅びてしまっていく。で、 結果、王族しか残っていない。で、かつて騎士階級で王家を支えていた者たちは、王宮の中にも入り込んでいて、女道のようにですね、羊として使えながらですね、なんとかカリオストロ国が独立国であるのを守っていると、そのためには、まあ、刑罰政治っていうんですか、あの、いわゆるよその国との結婚による政治、国際政治をやろうとしたり、偽札を作ったりすると、そういうふうな悪いことにも手を染めて、カリオストロの国をですね、 なんとか保存させようとしてると。そういうのがですね、この城下町の形を見てもですね、なかなかわかるところが面白い。あとはまあ、特徴的なですね、この屋根の色とかを見ても、ああ、ここら辺はヨーロッパでも比較的暖かい土地にあるんだな。まあ、割とイタリアとか地中海、アドリア海に近いところにあるんじゃないのかっていうのもわかります。で、こういうふうにですね、アニメの設定をですね、単にアニメの設定とかですね、そういうふうなものに考えずにですね、一回、 例えば地図書いてみるでもいいですし、模型なんて一番いいんですけど、立体にしてみるとですね、なんか自分なりの皮膚感っていうのができるんですよね。あの、カリオストロ王国って僕、このままだったら、あの、騎士階級がなくなって、他の貴族もなくなって、カリオストロ王家だけになって、っていう、この、なんだろうな、スタレっぷりを見たら、あと100年ぐらいで、あの、ドイツに併合されるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、こういうものの見方、こういう、 なんかさっきのブラゼルダとかですね、カリオストの城のですね、味方でですね、ナウシカという世界の中に出てくる風の谷ですね。の風の谷っていう小さい村を面白がってみよう。つまり、ブラナウシカっていうのをやろうというのが、まあ来年のこう、あの一発目の企画の試みです。で、例えばですね、風の谷には風車があります。風車ですね。発音が変だ。 風車があるから、まあ、風の谷なんですけどもですね。風車ってですね、えー、実は面白くてですね、僕らオランダに風車があるから、ヨーロッパには風車があるって考えちゃうじゃないですか。違うんですよね。あの、ヨーロッパの風車ってのはすごい特殊で、実は、よあのヨーロッパ自体は風車の歴史があまりないっていうかですね、風車を作れる人っていうのは昔専門職でもう魔法使い扱いだったんですね。だから、 中国にある風車を見てですね、ヨーロッパ人が驚いたぐらいで、これどういう仕掛けなんだというふうなことで、だん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 、あの、なんかできる人がいたんですけども、いわゆるその石造りの、あの、城を建てれる石工石工と同じように、もう本当に秘密結社のような人たちがですね、風車、一部の人だけが風車を作れるとで,ですね、あの、いわゆる今で言うと核兵器とかですね、そういう秘密の技術扱い、ロケット技術者みたいなもんだったんですね。で、 ナウシカでもですね、風の谷以外に実は風車ってほとんど登場してないんですよ。その他の国に行ってもですね。で、それはもう宮崎さんが最初からあのナウシカをアニメで作る時のインタビューというか取材でですね、あの、風遣いっていうのはすごい特殊な役職で風車を操れるというのは現実の世界でもそうなんだけども、あの、このナウシカの世界の中でもすごい特殊な職業になってますというふうに話しているんですね。で、この、 風の谷という独特の地形、独特の風土、あと独特の歴史があるんですけども、えー、これがですね、あの風使いの一族、ナウシカの一族を生んだ。と。ナウシカってあの王女様なんですけどもですね、実は王族の娘だから偉いんじゃないんですね。あの、風使いという職業の、職能のトップに立っている風使いのジルの娘であって、まあまあ、後取りであって、おまけに、 その風の谷一の風使いだから偉いんですよ。だから、こう、みんなに尊敬されてるんですね。だから、寝たきりに見える。あの映画の中では、寝たきりの。もう最初から寝ていて、もう体が動かなくなっている。ナウシカのお父ちゃん。ええー、族長ジルもですね。数年前までは、あのメーベに乗ってたんですね。あの、ユパ様が来た時にですね。一年半前に来た時は、ちゃんと、あの、歩いてたのにとか、もう、たった一年半で。 っていうふうに言うと、不快の毒があっという間に回ってっていうふうにナウシカが言うシーンがあるんですけどもですね。そうなんですよ。あの、ジルもちゃんと風に乗って多分飛べたと思うんですけども、それがですね、1年半ぐらいでパッタリ倒れて寝たきりになると。そういう風土病があるような土地でもあると。こういう視点でですね、その風の谷って一体どういうところなのか。人口500人なんですよ。人口500人しかいないのに、やたらでかい城が中央にある。あれは何なんだろう。次に、 あの、ユッパーが来た時もそうなんですけども、あの、ペジテのですね、えー、船が不時着した時にもですね、あっという間にですね、村人たちが城に集まってくると。なんでみんなは村の中に点在して住んでなくて、何かというと城の中に来るんだろう。と。これもナウシカの世界の中では、やむにやまれない事情っていうのがあります。なんで風の谷っていうふうに言うのかって。それもね、あの、ちゃんと、あ、 あの、アニメを見ればですね、わかるようにできてるところが僕、ナウシカのすごいところだなと思うんですけども、まあそういう視点でですね、ナウシカを見てですね、ちょっとオープニングのもう本当に数分で、そこら辺の設定がダーっと出てきますからですね、考えてみてください。で、その他にもですね、ブラナウシカとしてはですね、工業都市ペジテも面白いです。えー、いわゆる巨神兵が掘り出されたところでですね、あの、その後でですね、 えー、ナウシカを好き好き高専出しているお兄ちゃんと一緒にですね、行くところですよね。あれもですね、えー、センタードームが食い破られてるっていうふうにですね、あの、アスペルが、アステルが言うんですけども、何がそんなにショックだったのか。センタードームとは一体何だったのか。工業都市、ペジテっていうのは小さい国なんですよ。どう見ても小さい国なのになぜトルメキアと戦争できるぐらいの、あの、軍力、財力を持つに至ったのかというのが、あの、ペジテの、なんだろうな、 滅びたペジテがザーッと見えるカメラパン一つでわかるようになってますからですね。これもですね、ちょっと考えながらなんでだろうなというふうに見てみてください。あと、あの、深快も面白いです。深快もね、ミニチュア作ればですね、まあ、もっとわかりやすくなるんですけども、ナウシカのラストシーンに至るまでの なんでだろうっていう謎がですね、これもブラ不快って言うんですかね。不快をブラブラする視点でちょっと考えてみたらですね、いろいろ面白い発見があると思います。えそこら辺はまあ1月6日のニコ生でやりますんでですね、えー、ちょっとそういうふうなことを想像しながら1月4日のですね、金曜ロードショーを見ていただけると楽しめると思います。で、あとですね、俺も横編なんですけど、巨神兵の秘密やろうと思うんですよ。あの、巨神兵って僕らは 最後に出てくるやつを見て、巨神兵の正解を見たような、いわゆる正しい回答を見たようになった気がするんですけど、違いますね。ラピュタにはですね、例えば天空の城ラピュタにはですね、2種類、えー、ロボットが出てきます。1種類はですね、あの、最後にも登場した、なんかね、ラピュタの世話をする、いわゆる、あの、庭の世話をするですね、平和なロボットですね。 あの、ハウスキーパー型というふうに僕は考えてるんですけど、あの、ハウスキーパー型と、あとはシータを守るために戦って、あの、壊されてしまった戦闘型のロボット。この二つが出てくるんですね。つまり、ラピュタ人にとってですね、 ロボットというのは自動車と同じように万能型を一つ作るんじゃないんですね。万能型を一つ作ってそれに何もかもやらせるんではなくて、ハウスキープとかですね、あとガードマンとかですね、もしくは空中戦闘専用とかですね、いろいろなです、ね、戦闘型を含めて作っていたというふうに考える。それが文明人としての当たり前だというふうに思います。で 巨神兵もですね、かつて世界を7日間で滅ぼしたと言われるんですけども、7日間で滅ぼした巨神兵と、あの、ナウシカのラストで出てくる巨神兵が同じものなのかどうか誰にもわからないんですね。で、僕はあの、戦闘タイプではないと思ってるんですよ。あのラストに登場した。戦闘タイプの巨神兵というのは、実は冒頭の不快でですね、ナウシカが えー、ユパ様を探す時に中に入り込んでもう化石化したですねこの角のあるタイプですねこっちの方がですね、えー、世界を滅ぼしたやつではないかというふうに考えていますそれのまあ理由とかもまあ考えてみますこの戦闘タイプの巨神兵はなんでアニメ版に出てこなかったのか出てきたらどういう話になったのか いつもこれは出てきたとうう話になったのかというのちょっと妄想で話したりするんですけど妄想ではなくて資料を使ってですねあとナウシカテレビで見る時にですねもう一つあの気をつけてほしいのがですね高畑勲のですねなんかこう採点なんですね高畑勲はこれまで何度も言ってますけどもですねあのアニメのナウシカが完成した時に30点っていうふうに言ったんですね プロデューサーとしてはもう作られた作品はもう満点です。でも、宮崎駿の友人として言わなきゃいけないと。宮崎駿の作品としては、あれは30点だというふうに言ってですね、宮崎駿をもう激怒させるというかですね、あの、宮崎さんは高畑さんに怒れない性格ですからですね、鈴木敏夫に向かって怒るんですよね。なぜか。で、でなんでこんな本を売ってるんだって言って、もう、もうそうなってくると鈴木敏夫ははるかに関係ないんですけどです、ね。で、 30点だということで宮崎駿をですね、激怒させたい。なんで30点なのか。かぐや姫の物語とか、ホタルの墓を作った、えー、作家、映画監督の高畑勲は、どの部分を見て、マイナス70点を感じたのかですね。えー、こういうことを想像しながら見るとですね、直しか多分皆さん人生で見るの、もう5回目か6回目、下手したら10回目ぐらいかもわかんないんですけども、何が高畑勲をがっかりさせたのか。いや、これじゃないだろうと思わせたのか。 その後、宮崎駿は一体何をしようとしたのかですね。こういうことを想像しながら見ると、まあ、10回目のナウシカであっても、まあ、もう別の面白さで深く楽しめると思います。はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。あの、まあまあ、ここまでの話でですね、無料の動画でですね、ブレスオブザワイルドの話もやったんですけども、ナウシカの後の世界っていうふうに説明しました。つまり、 ブレスオブザワールドでは100年前にですね、世界を滅ぼすような大事件があって、で、世界を救う救世主が現れて、平和に戻ったかと思ったがという、その後の世界というのを描いているんですけどもですね。 ちょうどそれってあの、ナウシカがですね、生きた時代の100年後を描いた作品というふうにもう解釈できるなと。というのはもう、あらゆるですね、図形とかですね、あの、まあ、なんだろうな、設定とかがもうすごい似てるからっていうのは無料の動画の中で話したんですけども。で、最新のですね、えー、ゼルダですね、えー、ティアーズ・オブ・キングダムもですね、えー、こまたね、似てるんですよね。あの、宮崎アニメにですね、今回はですね、ゼルダとモノノケ姫、 のですね。まあ、ちょうど合わせたような作品になっていると思います。えィア e オブザキングダムですね。ゼルダに出てゼルダ最新作にですね、出てくる、その空から降りてきたゾナウ一族っていうのが、まあ、大昔の人類に文明を与えた。 これがあの、実はラピュタ、天空の城ラピュタのですね、初期設定になってるんですね。えー、初期設定になってるっていうのはですね、途中から見なきゃ早うが、ちょっとこれをするとお話がごちゃごちゃするからといってバッサリ来ちゃったからなんですね。だから初期のラピュタのイメージボードにはですね、えー、天空人というふうに書かれていて、それは人間が天空に住んだからではなくてですね、天空から降りてきたからだっていうふうにちゃんと書いてるんですよ。 で、ところがですね、あの、オープニングっていうのは、あのー、ラピュタのオープニングっていうのはですね、あの、ほとんどの作業がですね、まあ、終わってからというかですね、まあ、直しかもそうなんですけど、宮崎アニメのオープニングって、全部終わってから割とこういうふうにしようって考える癖があるんですね。なので、えー、ラピュタのテーマに合わせて、かつて人は空にも飛んだんだけども、もう一回地上に帰ってきたというふうな話にですね、 ゆっくりと切り替えられていったんですね。ええー、まあ、あのー、なのでですね、ティア r s of the k i はですね、そこら辺割とあの、ラピュタの原案に近いんじゃないかなというふうに思います。あと、えー、ティア r s of the k i n のですね、あの冒頭で右腕を失ってしまうんだけれどもですね、えー、その呪いのせいでですね、逆に悪魔に対するですね、対峙するアイテムになってる。これもね、あの、もののけ姫のですね、明日か、 王子がですね、右腕をですね、あの、なんだろう、たたり神にですね、たたられて、で、でもそれのおかげでものすごいですね、不思議な力がついてですね、で、人間と神とを繋ぐ存在になるという、そういう不思議な話になってるんですね。えー、ゼルダシリーズのですね、最新作はですね、こういうふうにですね、宮崎アニメの 勘骨奪還って言うんですけども、つまりこのパクリじゃないんですね。パクリじゃなくて、その考え抜かれた要素をですね、うまく取り入れるっていうのがすごくうまい。なんかそこら辺はね、えー、やっぱその人に、なんかモノマネだとかパクリだと言われないラインを攻めるっていうのがうまいっていうのもあるんですけど、本当に、あ、こういう世界もあったんじゃないかとか、こっちで作ったら、 物のけ姫もナウシカもラプトもまた別の面白さが出たんじゃないかなとそういうふうに見えるところがあのちょっとねあの僕は最近興味が出てきます。だから次の、えー、ダウンロードコンテンツでですね。 ティアーズオブザキングダム続編が多分1年年か2年後ぐらいにに出るるとと思うううんですすけどもどもいい風にするのかなといや、なんかこれやるとしたらもうハウルぐらいしか残ってないんじゃないかなとかって思うんですけどなんかちょっとね魔女の宅急便かもなとかって思うんですけど楽しみにしてますすいません宮崎アニメからちょっとずれてしまいまして今あのティアーズオブザキングダムにハマっているんでですねえさていつもならこっから先はですね会員限定になってますって言うんですけども今日の動画ここまでです今日ね短めだけどもですね次回以降ですね無料部分だ だけでも1時間越えの動画がバンバン出てくるんですね。楽しみにしてくださいそれではまた次のですね。ナウシカ動画で <laughs> ですね。お会いしましょう。じゃあまたバイバイ。